ネサンスでは、スポーツクラブと介護リハビリ施設を全国で170施設以上展開させていただいております。施設事業の他に、法人様や地方自治体様と契約させていただいて、健康づくりのご支援というようなことをさせていただいている会社になります。私たち元気ジムの職員の中には、リハビリを担当するものが2種類おりまして、理学療法士と運動指導員に分かれているんですね。でまずは運動指導員の方が人数が多いので、その運動指導員のものに対して、育成なり研修なりを円滑にするために導入することにいたしました。現場のスタッフからの、困った声というところが、実際に自分が評価していることが合っているのかだったりとか、あとはこういう考え方もあるのかなとかっていう他の人の意見を聞きたいっていうところで、理学療法士は各店舗に一人なので、なかなかこう共有する場がなかったんですね。サービス提供している時間でもうほぼほぼ8時間の労働っていうのは使ってしまいますので、どうしてもそういう研修とかっていうのは時間外とかになりがちで、そういうところが課題となっておりました。なかなかこう会えない、理学療法士の現場のスタッフに対してスキルであったりとか元気ジムが求めるものっていうところをしっかり伝えていくっていうところで、フリープライさんのシステムを使われていただくことから始まりました。今までは月に1回しか会えないので、その時に溜めて質問をたくさんいっぱいするっていう形をとっていたんですけれども、動画を投稿してその場でやり取りをすることができるので、今日不安だったことが明日解決している、なので次回いらっしゃったらお客様にはちゃんと伝えられるっていうところが実践できているので、非常に役に立っているというふうに思っております。今回は私の方はもうクリップラインっていうのはマニュアル作成のツールというものではなく、その OJT とかをしていく上の道具というよりは、まあ、その仕組み一式をご提供いただけるようなものだというところで、仕組みを使いながら各従業員のスキルアップですとかモチベーションの向上といったことを実現していく必要があるというふうに考えました。今どちらかというと店舗と本部一つとのやり取りになるんですけど、20店舗以上あるので横とのつながりっていうのをクリップラインさんのシステムを使って広げていきたいと思っています。